皆さん元気ですか？いやー、今日はねちょっとねこういう場所で勉強しててね、ブルーブルーもいるよ、ブルーで、ね、今日は大切なメッセージがあるんです。それはですね、なんと You have to be your new you ね、このこれが今日のフォーカステーマっていうかテーマポイントが New You ね、New っていうのは新しいっていう意味で、で You っていうのはあなた、まあ僕が言ったらね New Me だから僕になっちゃうんだけど、まあポイントは You have to be your new you。 今2020年ね、世界に大きい変化が来ている。あなたはどのような人になりたいんでしょうか？あなたはどのような人間として生きていくの？ね、でこうやって僕たちは、ね、例えば僕はこういう山、ね、すごいいい場所だよね。あれ？こういうところに来るとだから本当にその人生の中の問題、例えば散らかってる家とか、ね、恋愛問題とか人間関係とか、ね、仕事とかそういう問題がなくなると、こういう自然の場所に来ると。で何が起こるかっていうと、本当の自分っていうのをもう一度見つけることができるんだよね。で今度何をやるかっていうと、よし、今見つかった本当の自分で生きていこうね。この新しいニューユー、新しい自分を過去の場所に持っていきましょうっていうことなんだよね。ごめん、ちょっとめっちゃ綺麗な石が見つかったんでね、ちょっと待って、 1,2,3 見てこの石綺麗やな。ここら辺の石はね、なんか富士山の石みたいな感じ、いっぱいね穴が入ってるんだ。ヘヘ、ブルーイー、はい、失礼しました。 OK、 はい、オーライ。どこがカメラだっけ、これ。ここがカメラだよな、だからそこ見て話すんや。 OK、 でポイントはね、You become your new you and then you bring it to the old。 この古い場所に新しい自分を持っていくわけよ。で何が起こる、この本当の自然の中とか入ってね、新しい本当の自分っていうのをこれで生きていくぞって言って、昔の自分がいる世界だよね、問題がある世界、問題がある人とか仕事の仲間とか、そこに新しい自分を持っていったら何が起こるでしょうか、ね、ぜひねこれ思ったことをコメントに、今ビデオを止めてコメントに書いていただければ幸いです、ね、で何が起こるかっていうと、 It's an opportunity to claim your worth、okay? もう一回言うね、 Opportunity to claim your worth。So opportunity is chance, chance やな。And claim is to become. Claim は私はこのような人間であるっていうことを言うわけよ。宣伝するっていうか、you claim it, you take it. これは自分の力なので取りますみたいな感じで。Right? And your worth is who you are as a human being, as a soul in this universe. ね。その worth っていうのは本当の魂のあなた、本当のこの宇宙にいて美しい光のあなたね。そう、この過去に行くと、この本当の自分は私はこれであるっていうことを言えるチャンスが生まれてくるのね。どういうことかというとね、こうやって自然で本当の自分を見つけましたね、こうやって本当の自分はこうなんだってね、で仕事に戻ると、で仕事で何が起こるかっていうと、例えば上司関係、ね、が苦手とか上司関係の問題があるときは、ね、上司がお前何言ってんだよ、何ニコニコしてんだよ、ね、こんな仕事できねえくせにくそったれとか言うわけよ、ね、そういうバイブレーション、そういう波動が飛んでくるわけよね。でここであなたにチャンスが出てくるわけよ。この過去に戻るか、新しい自分として生きていくのか。こっちやな。ブルー、こっちだよ。こっちこっち。おー、ブルーちゃん。ブルーちゃんが来るぞー。あー、やっぱり餌なしできました。
はい、失礼しました。オッケー。ね、今の分かったかな、ポイント。ね、こうやって本当の自分でいれるチャンスが生まれてくるわけよ。ね、本当の自分はできるわけよ。わかる？ぜひね、僕のもう一個の、崖の上で撮ったビデオがあるんだけど、あなたには問題がないわけよ。僕には問題がないわけよ。僕と仕事の間に問題が出てくるわけよね。例えば僕が、ね、すごい仕事が辛いってなったら、僕が自然の中にいたら、全然問題がないわけよ。僕が職場に入ったら問題が生まれてくるわけよね。だから僕が A で、仕事が B だったら、A と B が一緒の部屋に入っていると問題になるわけよ。ね。だから、上司が、ね、あなたは A じゃなくて、別の人間だよって言ってくるわけよ。これ人間関係とか。ね。で、自分がそれが本当だって、心の中で心配していて思ってるんだよね。上司が俺はできない人なんだ。ね、俺は仕事なんて、ね、できないんだ。うまく生きれないんだ。人生は辛いんだっていうのが、本当に心の中で思っていると、それが恐怖としても残ってるわけよ。ハートの中に。で、ここで、それをクリア。自分の次元上昇できるチャンスが生まれてくるわけよね。この恐怖が見えると。で、どういうことかっていうと、例えば今仕事の例にしてるんだけど、ね、こうやって山の中に来て、よし !2020 年最高だ、幸せに生きるぞって。ね、やりたいことで、本当に誰かのためになることで、何でもいいよ、仕事だったら。ね、やっていくんだと思って、普通の仕事に戻りますと。いつもの。ね。で、そこで上司が、お前、何言ってんだ、仕事できねえくせに、どうのこうのだとか言ってくるわけよ。で、そこで、あなたは恐怖を選ぶのか。ね、それか本当の事実、自分の魂の光の愛の存在として、この地球にいる美しい経験をしているスーパービーイングだよね。どっちでいるのかっていうオプチュニティ、チャンスが生まれるわけよ。ね、でここで上司が言ってること、お前本当にできないやつだなとか、ね、何でもいいよ、先生でもいいよ、ね、奥さん、ね、旦那さんとか兄弟とか親でもいいんだけど、お前本当にできないやつだっていうことを信じちゃうと、僕たちはそれをリアリティにしちゃうんだよね。それがリアリティになっちゃうわけよ。なぜ？僕たちはクリエイターなんだよ。クリエイトすることができるんだよ。で、その恐怖が本当だっていうことをクリエイトしちゃうんだよね。作っちゃうんだよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、僕たちはそういうレンズをつけてるわけよ。自分はできないやつなんだっていうサングラスみたいなレンズをつけていて、で、これが、それをのレンズをつけてるから、現実もそういうふうに変わっていくわけよね。ね。自分が本当できないんだって思っていると、そのような、それが現実になるようなチャンスが現れるわけよ。で、魂としてまだそれを学んでないから、ここ深いな。これちょっとやっとこうか。それを学ぶまで、その機会がずーっと人生で現れてくるような仕組みになってるんじゃないかなって、私は思います。ね。だから、その一回学ぶと、同じ問題は出てこない。ね、例えば怖い上司とか怖い人とかね、これギャングとかヤクザもそうだよね。ヤクザに入っちゃってる、ブラック企業もそうやな。ブラック企業に入っちゃって出れない、なんでっていうと、そういう人が怖いからね、恐れているから、自分にはこういう人生を生きないといけないんだって本当に思っている、逃げられない、そういうね場所に入っていると、ブラック企業とか。で、それが本当に相当だっていうレンズをつけているから、それが本当になるようなことが現実に起こるわけよ。っていうこと。多分ね、うわー、ブルー、うわー。
ちょっと言ってること難しいかもしれないんだけど、今日のテーマはそれです。Be the new you。ね。2020年。ね。新しい自分になってみて。That is who you are。そのレンズをつけて、そのレンズ。自分は本当に素晴らしい。みんな素晴らしいんだって。で、世界は平和になれる。世界は平和になれる。戦争終わる。変な、やらないといけないことで生きていくみたいな変なの終わる。いいこと起きるこの地球で。そのレンズをつけて、そのきっかけになる一部の人間としてのレンズをつけて生きてください。で、戻ってきて他の人がいたら、その他の人たちがお前がね、できないよとか、ね、まだ過去にやってることが残ってるから、その過去とか、怖いとか、そういうのが来たら、それは自分を成長できるチャンス。魂が自分をどう考えているかっていうのを成長できるチャンスやな。なので、そこはもう一歩、自分を上げていきましょう。Alright, you guys, I love you guys so much. 楽しかったね。あ、今日、こういうところでね、散歩できる。あ、面白いの見る。へへー。これね、これがナショナルパークなんやな。ナーブルッチ。で、こうやってフェンスがあってさ。メキシコ1444マイル。何キロや ?3000 キロか。ね。昔こういう感じでね、人がいたんやって。で、面白いのが、これ。見て。これ。これね、マウンテンバイクのタイヤのポンプなのよ。面白いよね、これ。ね。だからここ、もうね、すげえ、楽しいぜ。いやーよかった。本当に今日お話できて嬉しかったです。で、こういうお話に興味ありましたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。でね、こういう優しいメッセージをシェアしていただければ幸いです。やっぱりね、本当に日本も世界も本当にそうなんだけど、自分がどのような素晴らしい存在なのかっていうのを忘れちゃっている人、知らない人がいっぱいいるんだよね。子供の時にお前はできないやつだとか、ね、学校とか、ね、そういうことが本当だって思ってて、ね、自分はできない人なんだって思って寂しい人生を生きている人がいっぱいいるんだよ。で、それは変えていきましょう。ね、で、僕たちもできるところできるやって、優しく愛を応援してあげて、こうやって YouTube でね、みんな同じ波動でやってるからね。ね、世界どこに行ってもこういう考えを持っている人たちがいっぱいいるから、幸せになってくるぜ。よし、幸せな週を生きていこう。Alright, you guys, I love you guys. Blue, come, come, come.みんなにバイバイって言おうぜ。いやー。Alright. Love you. Bye.